原点にして最高傑作になりうるであろう、この 51XEL/M+-SSD なんですけど、まあこれはあくまでもバスロックとしての結果としてバーサタイルというか、まあ操作系特化型&フィートフィネスみたいな感じのサウンドでございます。でバスのスピニングっていうのは、まあネコリグ使ったりダウンショット使ったりのが多いじゃん。じゃあバスのスピニングで身を大円筒して巻いてくることってあるっていう、シバスみたいにね、ないことはないでしょうけど、用途としては結構マイノリティじゃん。ネコリグ使う方が絶対多いでしょみたいなね、ジグヘッド使う方が絶対多いでしょって考えた時に、バスのスピニングとしてのポジションっていうのはそのほとんどが、ライトリグもしくはそれに準ずるようなルアー仕掛けを操作して使うことが多いよね。だからそのライトリグ系の操作特化型の竿っていうのは、結果としてバスのスピニング、バッシングスピンとしては超万能みたいな位置づけだとは思うんですよ。ただし逆に言えばそれ以外の用途ではあまり有効ではないということで、その有効ではないところのスピニングとして欲しいよね何かっていう、こいつができない、まああんまり向いてないところって何かって言ったら、例えば大円筒系、それは長い竿の方がいいですよ。例えば巻き系、もっと全体的にグッて曲がってくれて、かつまあそれも長さがあった方がいいよねって話になってしまう。まああと放置系、ドリフトとかを含めた放置系も長いのいいよね。あとはまあ純粋なパワー系、この竿はあくまでもフィネス寄りの竿なので、まあ、M パワーっていう硬さはあれど、その硬さは決してパワーゲームをするためのパワーではないんですよ。どちらかというとラフゲームですね。ラフファイト系、魚とのやり取りの中でこの硬さを有利に働かせようぜっていう考え方であって、じゃあめっちゃ重たいものも使えるよっていうかって言われたら怪しいし、パワーゲームといえば例えば純粋なカバー、スピニングで言えば分かりやすいなパワーフィネス。じゃあパワーフィネスを存分にできる竿なのかってなったら、違うよね。やっぱりそういうパワーゲームというかカバーゲームというかにおいて、竿の長さは正義になってきますし、この竿のやっぱりこの柔らかなチップと硬いベリーっていうこの極端なテーパー、極端なアクションだからこそ表現できることもあれば、この柔らかさが邪魔だよねっていうのがパワーゲームだったりカバーゲームではかなり出てくる。だからこのティップが悪そうする、ティップから硬い竿とかがあった方がいいんじゃないのみたいな、などなど結構ねできないことも多いです。そのできないところを補う一本が欲しいよねっていうことで、今やってるやつがあるんですけど、こんな感じで、この辺はボツですこの辺はボツなんですけど、はい、例えばです。例えばの話で、この竿が汚ねえけど、こいつとかはスペックで言ったら66の ML ぐらいの低弾性の竿です。でしかもガイドがワールドシャオランもびっくりのバカデカガイドが2467個しかついてないっていうねそういう竿なんですけど、巻き系シャットとかね、ああいうのを使う時に使えるようにしようかなって言って、低弾性よりのブランクスを使った竿がまず出来上がって、かつガイドをバカデカくしました。こうすることによってシェイクした時にスラックシェイクができると。シェイクっていうのは糸を張って緩めて張って緩めて張って緩めての繰り返しなわけですよ。というのとは違って、スラックシェイクっていうのは常に緩んでる状態、まあ張らず緩めずかな、張らず緩めずの状態で竿をこう振ってラインを暴れさせるっていうシェイクなんですが、まあまあ別に普通のこの 51XEL とかでもできるんですよ。ただそうなってくるとガイド感に遊びがない竿とかを使うと、そのスラックっていうのが竿から先っぽしか出ないのね。竿から先っぽしか出ないのと、こういうバカデカガイドをちょっとしかつけないと、ガイド間もラインが暴れる、ガイドとガイドの間もラインが暴れるということで、ものすごくこの竿の間の糸がガチャガチャガチャって揺れるんです。そのガチャ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 って揺れるのがすごく気持ちよかった。これええなーって思ってたんですけど、シャット&スラックシェイク用みたいな感じでね、すごく良かった。これはこれでありだなって思ったんだけど、ブランクスが手に入らないということで、これがまあこの 51XEL もそうなんですけど、他の竿も作ってて痛感した部分なんですが、竿ってね1本だけ作るならは割と断トツになるんですよ。でもこれを10本20本量産していこうってなったら話変わってくるんで、数作ることを考えて作んないと商品として成立しないということが気づかされました。これもそう、ブランクス自体がまずそもそも手に入らない。作れない、いいのを使いすぎました。これがねもう売ってないんですよ。低弾性のカーボンでダルーってボヨーンってしてるのにカーボンのシャキッと感が入ってる、こういう竿がない。で実はこれもう一個グラスでもやったんですよ、グラスのスピニングで。そしたらめっちゃ重くなったし感度も悪くなったので、やっぱ低弾性カーボンだなと思いながら、低弾性カーボンがないんで再現ができないということになってしまいました。そういう量産を考えなきゃいけない。だからこれもそうなんですよね。これは僕が一番最初にこういうのが欲しいよみたいな話で通した竿なんですけど、その量産を全く考えないせいで今難航してる最中だし、実際多分出来上がってもいっぱい作れないっぽいです、残念ながら。聞いてて今だったらね、あそりゃそうだわなってなるんですけど、もうちょっと簡単に作れるもんじゃねえとダメだろうと、何本も作るんなら。だから必要なのは群刀とか、数打ち物的な素延べ刀みたいなものであって、菊一文字とか長曽根虎鉄ちゃうねんっていうことやね。俺は長曽根虎鉄を作ってしまったと。これに関してね、何本も長曽根虎鉄打てるかいってねいう話になってしまったわけでございます。数打ち物じゃないとダメなんですよ、最低でも。なんなら素延べ竿というかファクトリー製品みたいな感じで、コールドスチールの刀みたいなあんな形にしないとダメだよねみたいな。いっぱい作ることを考えてなかったから困った話になってますね。その代わりこれに関してはもう僕もいろいろやってるけど、原点にしておそらく最高傑作です、間違いなく。はい、そんな話、それもそういうのもあって、こういうこの竿良かったんだけどもう再現できないということで、一本物です。まだ全然形にしてないけど良かった。こういうすごい叩き台の形状になってるけどすごい良かったんだけど再現できないということでポシャりました。ポシャって、あとはこっちね、これもポシャったやつです。これも良かったんですよ。これ何かって言ったら、スペックで言ったら 66XH みたいな竿です。スピニングの6フィート6インチエクストラヘビー、もうまさにないよねっていう竿で、方向性としてはもう全く正反対ですけど、こいつとは。こっちがだるめで巻物とかスラックシェイクができるようにっていう考え方だったんですが、これは完全にパワーゲームですねをやろうぜっていう方向性、かつシェイクの時にティップがもう一切持たれないバチバチに硬い竿です。だからよくパワースピンとかであるティップは繊細なんだけどベリーからバットが強いよとか、そんな次元のやつじゃないです。ティップからバチバチに硬いエクストラヘビークラスなんでビッグウェイトも余裕で投げられますっていう竿を作ってみてよかったんですけど、やっぱり曲がんない竿なんでいかんせん使いづらいよねっていう話にもなる。ただこれはいいなっていう、少なくともこいつでは全くカバーできないところを完全にカバーできる竿なんで、2本でやろうぜってなったらこれで綺麗に収まるじゃんみたいな感じになったんだけど、当然巻物系とかできないし使いづらいしどうしよっかなってなってる段階です。結局そのこっちと全然違うじゃんっていう話になっちゃうんだけど、この 51XUL でできないところをカバーしようっていう竿なので、巻きもできないしパワーゲームもできないからコンセプトとしては外れてないんですよ。ただどっちが優先的に必要になってくるのか、例えばスラックシェイクすげえいいよなってなってるけど、確かに再現できないってことを除いてもスラックシェイクですげえできるよな、いいよこれってなるんだけど、スラックシェイクいるかって話しないよテストの中でそのスラックシェイク系の釣りをやった、実際普通の糸を張って緩めてっていうシェイクをする釣りとは全然違うアクションが出せる。そういう意味ではスラックシェイクないと困るよね的な意見も分かるんだけど、それで魚がめっちゃ釣れるかって言われたら別にそんなことねえよね。スラックシェイクでしか表現できないアプローチは確かにあるかもしれない。それが大きな実況的なアドバンテージになるかって言われたら怪しいし、そうなってくるとわざわざ1本増やしてこういう竿いるかっていうねいう疑問で、そういうの全くないパワー系の竿を1本作りました。でパワー系ってなれば例えばパワーフィネスとか、あとは重たいルアー、それこそこういうね高比重系のワームを使ったボトコブみたいなのもええやんっていう感じなので、でその辺の釣りはどれだけ実調的なアドバンテージがあるか僕も経験で知ってるので、すごくいいじゃんってなってるんだけど、さすがに硬すぎ問題かということで、はい、今回の話です。この竿が今やってる竿ですね。スペックで言えば6、8ぐらいか、まあ、この長さはちょっと前後すると思いますが、6、8の M ぐらいでソリッドティップ。ソリッドティップは UL ぐらいかな。表記で言えば 68UL/M ぐらいの竿です。だからスペックで言うとこの 51XUL のちょっと長い版って感じ。完全にじゃグリップは適当にくっつけてるだけなんですけど、こういう形にはならない。もうこっちの形をつけたいところなんですが、普通のありもののグリップをつけてるので、まあ、こんな感じなんですけど、これがね超使いやすいですよ。ただ用途としてこの 51XUL とかぶりはしてるので、どうしよっかなって思って、最悪ね、最悪この3本あれば完璧カバーできるけど、いや3本多いよな、だからこっちかこっちかにしたいんですよ。でもそれが難しい。なんならどうしようかな、どっちを残すかか、もしくはこの間を作るかかで、ちょっと今悩み中なところ。だからスピニングのちょっと強い版は難航中ですね。6、8の M ぐらいの竿、 UL/M ぐらいの竿です。タックル、それ以外のタックルは B の06ですね。だよね、06にリーダーが6ポンド、ルアーは 1g のジグヘッドに5インチぐらいのアームつけたやつ、まあ、こんぐらいのものを使うのはちょうどいいぐらいかな。竿の長さがまあ6、8という長さがあるので、だいたいね 51XUL よりかはあんまりそんな軽いものとか抵抗の少ないものとかを使うほどのものではないけど、まあ普通のウルトラライトクラスの竿で使うような、まあウルトラライトかライトぐらいかなで使うようなルアーぐらいまではいけそうですね。3インチぐらい 0.9g ジグヘッドとか、それぐらいの使用感にはなる。あといってね、 M っていうパワーはあるとは思うんだけど、そんなむちゃくちゃパワーゲームはできない。これもやっぱり 51XUL と同じで、この硬さは M っていうね、M っていう硬さ、パワーはパワーゲームとかカバーゲームをするためじゃなくて、ラフファイト用かな、どっちかというとね。だからラフファイター任せてくださいって感じ。ククククみたいな。実際これ M のパワーと6、8の長さがあるからさらに楽です。 51XUL よね、そういう意味では楽なんだけど、ただね割と用途かぶり気味なんだよね。あくまでも 51XUL で気になる竿の長さ、まあそれがメリットなんだけど、当然デメリットもあるわけで、それをなくした竿ですね、方向性としては。なのでとっても使いやすいめちゃめちゃ使いやすいけど、うん、まあつまんない竿だよねっていう。なんか白い泡が、よし、 OK、 いいね。あんなとこにいるわ、多分あそこめっちゃいるわメタルバイブ使いてえな。ウェーイ、はい、こんなもんっす。やっぱ長い分ね遠距離戦はすごくやりやすいですね。ロングキャストもね比較的やりやすいですね、竿が長いので。でもそういう意味でやっぱり全体的に使いやすいんですよ。欠点らしい欠点もなくて、でも優等生ですね。ただあの 51XUL の尖り切ったポテンシャルを感じないので、まあ優秀でつまんないって感じ。それがちょっと俺の中で二の足を踏んでるんですけど、いい竿止まりかなみたいな。人気出そうだけどねいや物として売るなら一択です。これ誰だよ 66XH とか誰が買うねん。 51XUL/M プラスなんか誰が買うねんってねなるけど、これはめちゃめちゃ人気出そうじゃん。実際使ってみても納得ですよ、多分。使いやすい、だからこそイモる。つまんねえなってあ、食った。おい、いいね、うん、いい仕上がりだ。どうしても長さからくるもたさ、もたれ感、もたつき感かはあるんだけど、それはあくまでもベースが51XEL だからであって、普通のなんかバス用スピニングの中ではめちゃめちゃ軽快ですけどね。いやー、これは作るべきなんだけど、どうしよっかな結局これでカバーゲームとかパワーゲームがさほど強くこなせないので悩んでんだよな。まあそれもね、今はギーズマスターをかぎ曲がりソリッドチップがついてるからそうなってるだけであって、全部 M のビシャッとした竿でティップまで M のパリッとした感パリッとした感の竿にすれば多少パワーゲームもできるかなと。パワーゲームカバーゲームもできるかなって思ってるんで、もしかしたらチューブラーになるかもしれんけど、でもどうだろうな。チューブラーになったらこの使いやすさ感ってどうなるんだろう。いや、使いやすくなるのかな、逆に癖がなくなってさらに優等生になってしまういい竿ですね。欠点らしい欠点が見当たりません。こういうシングルハンドでのショートキャストみたいなのもできる長さやね。極端によし極端に長くしてないから、ああやべえ、ああ外れちゃった。ショートディスタンスの釣りもまあ一応こなせるし、伝統もこなせるし、でもマジでバランスいいんだよな。超優等生じゃん。どうするこいつ。おすげえ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 、うわすげえ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 、ヘビがカエル食ってる。山かがしですね。いやー、グロい。このカエルなんだっけ。アマガエルじゃなくて、なんか難しい名前のカエルだよね俺のエンディングに流れてるカエルだよね。でこのオレンジのヤマカガシでございます。ちょっとあんまり接近すると怖いからあんま接近しないけど、ヤマカガシは口の奥に毒針があるんで、まあ、先っぽ噛まれるぐらいなら大丈夫なんだけど、こんな風に深く噛まれたらもうおしまいですね。でヤマカガシの毒はマムシよりも強いと。噛まれたらおしまいなんで近づかないようにしましょうめちゃめちゃ近づいて怖え。これはソリッドチップとかじゃない方がもっと使いやすいかな。ソリッドチップじゃないと達成できない繊細感があるとしても、僕の中でちょっと秘策があるのでなんとかなると思うんだよな。だからソリッドチップはやめた方がいいかもしれない。繊細なことはできるけどね。いやでもどうだろうな。やっぱこんぐらいのソリッド欲しいね。やっぱショートソリッドなんだよな。でそれだけちっちゃくて極端な曲がり方をするってなったらやっぱチタンティップだよなってなるんだけど、チタンティップ今苦戦してるからな、51XLでも。だから苦戦しない竿作りも大事だなって考えたらどうしようどうしようかな。チューブラーでもいけそうだけどね。どうせこの竿でマイクロベイトとか使うことを考えないって方向性なら別にソリッドじゃなくていいよね。最低でも3インチオーバーのジグヘッドみたいな、ワームを使ったジグヘッドドロップショットミノを 3.4 ぐらいで 2.8 やっけ2.8 は使わないみたいなって考えたらソリッドじゃなくてもいいかなって。それよりももっと上の、例えば坂又5坂又6ソルティエコチューブマンバ、あの辺のを使うことも視野に入れていけば、その辺はねやっぱさすがに 51XUL は向いてはないラインだから、そこをカバーできればいいかなとか思いながら。 66XH なのでね、ビッグベイト投げれるぜとか言ってるけど、ビッグベイト投げねえしなスピニングで。だから M ぐらいの硬さのチューブラーのスピニングで長さが68ぐらいで、スペックだけじゃなくてこのガイドのセッティングとかブランクスの仕上げとかグリップの仕上げとかで、ウルトラライトクラスは言い過ぎか、ライトクラスのスピニングで扱うとこまでバッチリカバーできたらなっていうになればちょうどいいのかなって感じですね。めちゃめちゃ普通の竿になりそうエクスプライズでええやんってなりそう。でも僕の中の今の施策ではエクスプライズでは無理なことをしようとしてるから、一応差別化はできるんだけど、また長袖小節になってしまうかもしれない。いやでも多分大丈夫多分そこまで難しくないと思う。まあそれなら一番最初にこれ作るべきだよな。なんだ 51XU でって聞いたことねえよ。きたー。ういー、あー、外れちゃいました。魚が飛んできてしまう。やっぱ長いと楽だな、フッキングとかが。魚吹っ飛んでくるんだけど、長いし、そのフッキングを阻害する要素を入れてないから、ポン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 バスが飛んでくる。うん、使いやすい、使いやすいのがまたムカつくな。いやー、でもお金のためにはこういうのいるか。でこれ今すごい叩き台だから、まあ、当然グリップもあり合わせつけてるし、ガイドもこれ固定してないからね。まだだから、でもブランクスも選別してないから、全然まだまだ改善の余地ある。え、これガリッと改善したらどうなる？ありやな。ということで 68M 方向で考えます。チューブラーでこの現時点でもすごく使いやすいけど、ここをこうしてああしてこれ使ってこうすればもっと良くなる、間違いなくもっと良くなるって言い切れるので、この使用感がもうより良くなるって感じ。その代わりなんか巻物とかできなそうだけど、別にやんないからいいわ。あ、で一応言っとくと、結構スピニング硬いよねって話なんですけど、これも M だし 51XUL も M だし XUL のティップアートもね、竿硬いよね。それに対して 0.25 の P 使うとか、これに関しても今は06だけど別に04ぐらいでもいいし、竿の硬さに対して糸細いって思う人もいるかもしれないけど、ドラグあるからドラグがあれば竿が多少硬かろうが糸が多少細かろうがなんとでになります。まあ、もちろんそれ相応のリスクはあるけどね、人間側の調整で、まあ、ドラグとやり取りとの調整で全然問題なく硬い竿に細い糸使ってもいけるよねって言ってるだけで、その調整できねえよって話になったら、あ、まあまあ、うんまあまあ運だ、まあまあ運なんですよ。なんでそこも考慮してねっていう話ですね。ちっちゃそうっす。よし、よっしゃー、オッケー、いいですね、ちっちゃ最小サイズ。よし、オッケー。あ、ちょっとサイズアップしたぞ。おえまあちょっとやけどね。よいしょ、ここにしてはでかいじゃん。うん、まあでもちょっとやっぱりマイルドだな。まあ普通に感度は高いかなとは思うんだけど、 51XUL の感度には及ぶべくもなくやね。あれ素手で操作するよりわかるからね。素手を超える操作性を持つのは 51XUL です。これはまああくまでも竿やね。その辺のマイルド感はどうしてもあるな。十分だけどね、普通のバスロットぐらいの感度しかない。普通のバスロットの感度あれええやろ、バスロットなんだから。まあ、そんな感じですわ。別に感度至上主義じゃないからね、操作性至上主義でもないし、ちょっと雑くなってもいいから、遠くに投げたいとか荒いファイトがしやすいとかね、それもまた一つの良さだからさ。むしろそういう要素があるから使いやすくなってるまである。うーん、優等生だな、これはいい竿だなやっぱこの方向で行くか結局。よし、ピックアップで食ったよいしょ。これは例外的やな。もともと巻物が得意なあれじゃないし、今のはたまたまですね。これがチューブラーになったら今のも取れないだろうな。今ソリッドチップだったからギリギリ取れたまであるわ。ということで暗くなりそうなんで帰ります。現在テスト中のちょっと長めちょっと強めな竿、どうなるか分かりません。まあ今後次第かなということで、続報を待ちを。多分一番使いやすいいっちゃん使いやすい竿だな。